歓喜に沸くリオネス。だが一人の英雄がその命を燃やし尽くし散ったのであった。ようやく聖戦が終わったんだな。ああ、魔人王は撃たれた。もうブリタニアの人々は魔人族に怯えることなく暮らせるんだ。一つの神が消えたか。一体これからどんな時代が来るのやら。平和な時代に決まってるじゃないか。あら残念。光と闇の均衡が崩れ、訪れるのは混沌の時代らしいわよ。空の夜空に。久しぶりね、ギル。ビビアン、なぜ君がここに。まだギルを諦めきれねえのかよ。リュドシエルに殺されたはずじゃ。そう、確かに私は天空の遺跡で女神族の剣に貫かれたわ。でも不死鳥のごとく蘇ったのよ。愛の力でね。説明になってねえんだけど。薄れゆく意識の中、彼の太くたくましい腕が私の身を抱きしめ、必死に呼びかけ続けてくれたのよ。死ぬな、ビビアン。君のような女性が死んではブリタニアの損失だ。いや、この私にとっての損失。ドレファス様が。やりすぎだとは言ってたけど、ヘンドリクセンに回復魔法をかけさせ続けていただけだよ。ところがその後ここで看病していたのは父さんなんだ。この女はいろいろやらかしてるから城で看病させるわけにはいかないけど、放っておくのはかわいそうだろうって。おまけにあの女神族の聖なる魔力のおかげでかけられていたあざの呪いまで解けちゃったの。ラッキー。なんちゅう悪運の強さ。だからギルのことはもういいの。私は真実の愛に目覚めたから。やっぱり女は愛するよりも愛されるべきよね。なんだか知らんけどよかったな、ギル。おい、ギル。まさかしつこくストーキングを受けている間にビビアンの。違う。これからは私をママと呼んでね、ゴリラモール。グリアモールだ、ビビアン。さっき君が口にした言葉の意味は、混沌の時代とは一体。ああ、私もよくわからないけど、マーリンが口癖のように言ってたのよね。光と闇の均衡が崩れるとき、神々の時代は終焉を迎え混沌が蘇る、そして世界は生まれ変わる。ねえマーリン、おせっかいかもしれないけど、今ならまだその傷をきれいに消すことができるわ。醜いか。ううん、私にはとても美しいものに見えるわ。あなたがいいのなら私はそれで構わない。僕も僕もすごくかっこいいと思うよ。そうだね、オイラにも尊いものに感じるよ。その傷がある限り、エスカノールはマーリンの中で生き続けるんだよ。ちゅ、負けた。しし。ま、価値観は人それぞれってな。エスカノールのことは寂しいけど、今度こそみんなやっと幸せになれるんだよね。団長は魔人王の力を使い切ったことで魔界へ帰らずに済みそうだし、エリザベスの呪いも解けたんだから、ワンはエレインを生き返らせてようやく一緒になれるんだもんね。ゴセルは自分の心とナーゼの記憶を思い出せたし。うん。それからキングは真の妖精王になって、
僕はキングにプロポーズされちゃったし。どうせくせもいい告白だったけどな。君だって煽ってたくせに。それからマーリンは、あれ、そういえばマーリンの目的って何？君ってあんまり自分のことを話さないよね。七つの大罪を結成する前からずっと団長たちのために協力してきたんでしょ。二人はこの中でも一番の窮地だからね。3000年か、何の見返りもなしに善意で協力するたまには見えねえかな。バン、ねえマーリー、君にも望みはあるんでしょ。とんでもない魔法の実験、超レアな素材の調達、何でも言ってよ、みんなで協力してあげる。そうか、確かにお前たちには知る権利があろう。見届ける義務もな。共に戦った同胞として。みんな、あれ、豚の帽子邸だわ。魔法の湖だ。さて始めるとしよう。何を始める気だ。アーサーを目覚めさせる。アーサーを？エティ・オイニエム・ルーター・オイエマゼム・エド・コック。アーサー、アーサーを目覚めさせる、それって生き返らせるってことかな。わからねえな、どういうことだ。他に謝れ。豚くん、それじゃあずっと一人でここに？全然いないことに気づかなかったよ。ごめん。ひどい！俺もお母と魔人王を倒すためにここまでやってきたはいいけど、たどり着く前にお前らが倒しちまっただろ。そんで仕方ねえから帰ろうぜってなったら、お母があの妙な水の前でうんともすんとも動かなくなっちまってよ。こうか、離せって。何時の啓示に従い、手はずは完了した。姫よ、そちらの準備も良いな。姫？マーリンってば誰に話しかけてるんだろう。そう、いよいよ出迎える時が来たみたいね。君の、そして我らの主よ。誰だ？誰だ？湖が光り始めたぜ。アーサー、私は見誤っていた。これはお前を死に陥れる剣ではなく、お前を新たなステージに導く鍵であったことに。さあ鍵よ、湖に満ちた魔力を使い扉を開け。あらゆる種族中最も両極端に善と悪、光と闇の差が持つ矛盾極まりなき存在だ。そして矛盾は混沌でもある。すなわち混沌の巫女に選ばれし人間こそが混沌を滑るものとなりうるのだ。アーサー様の様子が変よ。マリー、アーサーに何を言っただろう。私の目的はアーサーを目覚めさせること、混沌の王として。東京都心にディ
ンヌが現れ私の体はどうなって恐れるな、受け入れろアーサー。自身に秘められた計り知れぬ魔力に目覚める時だ。マーリン、何を言って。苦しいよ、助けて。おっ、一体どうしちまったんだ。王の目覚めが混沌の封印を解き放つ時、混沌は王に帰る。アーサー待ってろ。お前は魔人族メリオダス。私は決してブリタニアをお前たちの好きにはさせない。大変だよ、団長とバンの姿がない。ゴーセル、君どこに立ってるの。わかんない。うわー、なんちゅう幻覚だ。幻覚じゃないよ、これは現実だ。マリ、お前の仕業か。気をつけろ、マジでお前を狙ってんぞ。メリオダス殿、我々が出会えたのは大いなる定めの導き。大事なのは相手にどう思われるかではなく、どう相手を思うか。この声、アーサーなのか。メリオダス殿、あなたは私の憧れだったんだ。なのにどうして、どうして。よく聞け、アーサー。メリオダスは決してお前を裏切ってない。これは真実だ。心を静めろ。己の力に飲み込まれるな。さあ、もう大丈夫だ。マーリン。元に戻った。メリオダス無事。俺なら問題ね。ねえ、私たちが見たものは。おそらくアーサーの魔力だ。アーサーペンドラゴン、一生の不覚、どうこの失態を詫びればよいか。すみません、正直まだ頭が混乱してて。お前は何も悪くねえさ。悪いのはこの俺の方だ。あ、いえ、メリオダス殿は何も。けどまたお会いできて嬉しいです。あ、俺もさ。それよりも聞きてえことがある。マリ、アーサーに何をした。混沌ってのは何のことだ。混沌とは、魔人族すら恐れる闇と女神族すら崇める光を持つ、不純にして純粋なる存在。その力はあまりに強大で、意志一つでこの世界と様々な種族を無から生み出したとされる。あの魔人王と最高神さえも。それゆえにかつての賢者どもはそれを混沌の母と呼んだ。アーサー、お前こそが混沌をすべ、ブリタニアを新世界へ導く王なのだ。え、私が。話についていけないよ。そんな毒とも薬ともわからねえ力に目覚めさせて何を企んでいるんだ。こんなことがお前の望みなのか。こんなことか。よろしければマーリンの代わりに答えましょう。混沌を求めてさまよい続けた一人の孤独な魔女の望みを、
あんたは一体何者だ。姿を見せろ。それだけはご容赦を。この湖からは離れられぬ身ゆえに。超うさんくせえな。私は混沌より生み出されし者。いにしえの人々からは湖の姫、または混沌の巫女と。湖の姫、どこかで。そうだ、確か初代カルフェン王に聖剣をもたらした。悪いが俺は3000年以上生きてきて一度も混沌なんて存在を耳にしたことはねえ。もちろんマーリンからもな。当然でしょうね。彼女は3000年の間あなたにはもちろん他の誰にも隠し通してきたのですから。マーリンが隠し通してきたこと。君は一体どういうことだ。一つ昔話をしましょう。かつてブリタニアには優れた人間の賢者たちが住むベリアルインという都がありました。そこでは究極の魔術の研究と称し、上位の魔人族や女神族に対抗しうる兵器として才能を持つ子供たちを被験体に実験を行っていたのです。その中でも極めて強く得意な魔力を持って生まれた子供がマーリン。生まれながらに都中の賢者たちを凌駕するほどの才能と才覚を持つ天才児。それでも中身は親への愛情に飢えた幼子に過ぎませんでした。ところが実の親たる賢者の長が与えたのは書物の山と実験の日々。嫌気がさした彼女はある日とうとう脱出。彼女を救ったのは一人の少年でした。それが魔人族メリオダス。彼が優しく差し伸べてくれた手に心は満たされました。誰からも決して与えられなかった愛情に。メリオダスと会うたびにその感情は高まり、徐々に特別なものへと変化したのです。でもメリオダスはいつまでたっても幼い自分を女として見てはくれない。マーリーは悩み、考え、決心した。少女の姿を捨て大人の女へと生まれ変わり、その肉体をとどめるべく己に流れる時を止めたのです。メリオダスの心を永遠に自分へ向けさせるために。でもその思いは一瞬で奪われた。女神族エリザベスに驚き、悲しみ、怒り、嫉妬、目まぐるしい感情が幼いマーリンを襲ったのです。けれどどうしても二人を嫌いになることはできなかった。マーリンは自らベリアルインに戻り、心に開いた大きな穴を埋めるように知識をむさぼり食らいました。それでも心の上は満たされることはなく、苦しみ続けたある日。遥かなる古、星々の間に誕生した力の石、それが混沌だ。賢者たちの噂話によれば、混沌はまずこの世界を作り出すと、最高神と魔神王、三番目に神樹を産み落としました。やがて最高神は天界と女神族を、魔神王は魔界と魔神族を、神樹は妖精界と妖精族をそれぞれ作ったのです。四番目に巨人族を作りましたが、力に溺れ傷つけ合うことしか知らない野蛮な種族に幻滅し、人間を作り出しました。優しさと冷酷さ、勇気と臆病さ、愛情と憎悪、美しさと醜さ、全て内包する自分に最も近い不完全ながらも完璧な種族。その完璧な見業に二人の神は嫉妬し危惧しました。いずれそれぞれが生み出した種族から注がれる敬愛が
母たる混沌に奪われるのではないかと。最高神と魔神王は結託すると混沌を封印したのです。その話を聞くやマーリンは3000年もの間ひたすら混沌を復活させることを目的として生きてきたのです。無限ともいえる未知を生み出す混沌を復活させることができればきっと心の上を満たしてくれると信じて。